フィルズハウス。はっ、体記録スーツ。厚さ2ミクロンの極薄デバイスセンサーがあなたの肌と密着することで、脈拍や発汗はもちろんのこと、筋肉の運動量や範囲、場所まで記録されていきます。またこの技術を使って収集した様々な職人や達人のテクニックがデータベース化されており、自分のデータと比較することで技術習得のガイドになります。今なら10周年の特別プラン、犬用もあるよ。よし、下準備はできたと。次は寿司職人ガイドデータをスーツにインストール。それでは寿司の握りガイドを始めます。よろしくお願いします。一つ目やってみるね。手あんでい。右肩に力が入りすぎてんじゃねえか。そんなに怒られるの。けど頑張る。右肩ね。こうかしら。お、うめえじゃねえか姉ちゃん。よかった、もうどんどんやっちゃおう。どんどんね、こうやってキュッ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 と。提案でいい、ブラボーでいい。あら、すごい褒めてくれるのね、ありがとう。俺の方がかっこよかったでしょ。いやいや、絶対俺だって。おかえり。どうしたの。今日合同でサッカーの授業があってさ、お互い密かに練習してた技を使ったんだ。二人ともそれしかできないんだけどね。フィルが上手なやつね。ただいま。みんな元気してたか。わあ、おじさんだ、久しぶり。寿司うまいな。でしょ、結構頑張ったんだから。おじさん、まだサッカーチームのスカウトの仕事しているの。もちろん。どうだい、最近ちゃんと練習してるか。うん、すごくうまくなったよ。よしよし、じゃあ本部にみんなの運動データを送るよ。データをおじさんに送るね。びっくりしてマネージャーが飛んでくるかもな。データアップ完了。邪魔するよ。本当に来たよ。ここにすごい運動能力を持っている未来のスターがいるな。フィルってのはドイツだ。何、フィルもデータを送ってたの。いやー、しかし寿司がうまかったな。提案でいい、ブラボーでいい。コンピュータはモバイルからウェアラブルへ。ノート PC、スマホ、腕時計、メガネ、どんどん人に近づいている。次に来るウェアラブルは肌だ。人の肌に貼り付ける、あるいは肌に密着させる、それでいて違和感がないコンピュータ。そのためには髪のように曲がる、羽のように軽い、クレープのように薄く、ゴムのように伸び縮みする集積回路。硬いシリコンの板ではダメ。プラスチックフィルムなどの柔らかい有機材料を使う。そんなウェアラブルなコンピュータを身につければ、日常の暮らしの中で人の動きや状態をずっとセンシングし続けることができる。それでどんなことがわかるようになるんだろう。